こんにちは。今回は同志社丸氷製氷機クリアアイスボールのレビューです。自宅の冷蔵庫で直径6センチほどの丸氷2個を手軽に作れる製品となります。購入理由ですが、丸氷の特徴として一般的な四角い小さい氷を多く使うのと比べて溶けにくいということがあると思うのですが、普段コーヒーを飲んでいる自分にとって時間が経つとこんな風に氷が溶けてしまって水とコーヒーが分離しちゃってまずくなるんですよね。それで溶けにくい丸氷であればこういう状態になりにくいのではないかと思い、興味半分で購入してみました。丸氷というとウイスキーなどのお酒で使われるイメージなので邪道な使い方だったらすいません。コーヒーに丸氷って確かにあまり見ない感じはします。ということでこちらですが、 Amazon のセール時に1183円で購入しました。パッケージはこんな感じです。中身は本体と取扱説明書が入っていました。本体についてですが、サイズはこの部分が 10.5 センチ、ここが 17.5 センチ、ここが12センチほどとなります。で、重さは 540g ほどです。この部分は発泡スチロールで、こちらの部分はプラスチック。で、この白い部分はシリコン的な、なんかラバー的な素材でした。プラスチックからこの白色のものを取り出しにくい感があって、でちょっと最初外し方に少し戸惑いました。使い方としては説明書の記載はこんな感じです。最初見た時は結構長ったらしくて面倒なのかなと思いました。はい、早速使ってみました。説明書の手順通りにしてみて、で18時間ほど冷凍庫で冷やした直後の状態です。発泡スチロール部分からは簡単に取れました。でこのプラスチックの部分からも今回は簡単に取れましたね。それで丸型容器から恐る恐る氷を取り出してみると、丸くて大きい氷が取り出せました。結構簡単なのに綺麗で大きな丸い氷ができて少しテンションが上がっちゃいましたね。以上が使ってみたところで、ここからはレビューとなります。まずは手軽さとか、あと面倒さの部分ですが、説明書が長かったので面倒だと思ったんですが、私はポイントを押さえれば意外と手軽だと思いました。ポイントはこのプラスチックの線を結構意識するというのと、あと凍らす際にプラスチック容器の水滴はちゃんと拭くことだと思います。この2つだけ守れば凍った氷を手軽に取り出せて使いやすいと思いました。ですけども、プラスチックの底に少し空洞ができるようで、ここにも氷ができるんですよね。で、この氷が結構取り出しづらいです。凍らせている時間が短いとすぐ外れたりもするんですが、で、水を当てたり、しばらく水をこの中に入れたりして、溶けるのを待ったりしています。
次にできた丸氷についてですが、この画像のようにバリというんでしょうか、破片がくっついてしまっています。あとはこんな模様もできてしまいます。氷の大きさですが約6センチと書いてありましたが、実際には 5.5 センチほどでした。あと、綺麗に水を入れないと多少いびつになってしまうと思います。それで最後に、ちょっと気になって実際にこの丸氷が溶けにくいのかも実験してみました。同じ形のコップに同じ量のコーヒーで、今回の丸氷と同じ量になるぐらい一般的な四角い氷も入れて、溶けやすさの違いを見てみました。結果としてはこんな感じで、水滴とかでちょっと見づらいかもしれませんが、丸氷の方が時間が経っても残っていますけれども、なんかそんな目立った違いはなかったですね。それでこれを使っていくかどうかですが、氷の形とかは私は気になりませんでしたので、この部分は問題ないのですが、やはりプラスチックの底にできる氷の存在ですね。ちょっとここが取り除くのが手間だなと思いました。準備する段階では手軽にできていいんですけどね。一応使い続けてみたいと思いますが、なんというか、普段の生活に時間の余裕があったら使い続けられそうな気がします。今年の夏を超えても使い続けていられる製品になっているかどうかが、まあ見どころです。また使わなくなったりしたら動画出したいと思います。レビューは以上です。